神戸市交通局6000電車は、神戸市交通局が2018年により、神戸市営地下鉄の北上線、精神山手線用として導入した、通勤軽電車。6000型は精神山手線では、約26年ぶりの新型車両であり、従来の車両から機器類を一新し、安全性のさらなる向上とバリアフリー化、快適性向上、省エネ化を目指して設計された。 製造は、川崎重工業である。2022年度までに6両編成28本を順次投入し、精神、山手線の1000系18編成、2000系4編成、3000系6編成の全28編成を6000、型に置き換える予定である。また後に北上社の7000系も、すべて置き換える対象となり、 最終的には33編成体制となって2023年度にすべて6000型に統一する予定である。精神、山手線では全駅にホームドアを設置する予定であり、新型車両ではホームドアと車両扉の開閉連動が可能となる。編成は精神中央方から6 1 0 0系6 2 0 0 K6300K6400K6500K6600 型で 3M3T の6両固定編成となっている。性能は従来車と同等の最高速度時速 100km、最大加速度時速 3.3km、S、常用減速度時速 3.5km、S、非常減速度時速 4.5km、S とされた。 定員と次長は6129が124人、29.5トン。6229が140人、34.1トン。6329が140人、32.0トン。6429が140人、25.6トン。6629が124人、29.2トンである。車両番号は、 開業時の編成からの投資番号である。3000系の最終番号である、第28編成に続き、29編成目となる、6000系、第1編成は下2桁が29となっている。編成例と、車両別の所言を記す。車体は、無塗装のアルミニウム合金製で、精神、山手線の、イメージカラーである緑色を前面と側面のラインに、配している。 デザインは、川崎重工業が行い、監修を工業デザイナー奥山清行が代表を務める、県奥山デザインが担当している。2016年のイベント、交通フェスティバルやウェブサイト上にて、新型車両のデザインを ABC のサムアンから決定する投票を実施した。その中から、得票数の最も多かった B アンの街に馴染む丸みを帯びたフレンドリーなデザイン。 車両全体を巻き込むような安心感を与えるカラーリングに決定した。車両番号の文字表記は神戸市電時代より使用される自体がベースとなっている。車内車内の座席はオールロングシートで座席幅を拡張しバケットシートを採用するなど快適性の向上を図った。一般座席、優先席ともにグリーン系の配色で座席表皮に千鳥柄を採用している。 木目調の大型袖仕切りに加え、ドア間の座席に中仕切りとスタンションポールを設置。編成合計定員は808名。車内案内表示器は1両あたり3カ所のドア上に,に画面ずつ設置し、4カ国語表示による乗り換え案内や停車駅情報の提供を行う。一方、LCD のないドア上にはドアの開く方向が示される表示器がある。 車椅子スペースは従来通り産予防車に一箇所ずつ設置されているが、その他の車両にもそれぞれ一箇所ずつ非常通報装置を省略したフリースペースがある。各種照明は LED 化され、客室内は間接照明としている。ドアの開閉時に明動するドアチャイムは JR 東日本の通勤系車両等と同じものが採用されている。 側面の窓ガラスの面積も従来車より拡大され、車両間の貫通扉も大型のガラス扉となった。なお、六線型では日よけをカーテンに変更している。運転台は従来車と同様の横軸通ハンドル式を採用した。マスコンは立行4ノッチとそもそも即3ノッチ、ブレーキは常用最大7ノッチである。運転台の正面には、 グラスコックピット用の画面があり、速度計、ブレーキ圧力計等を表示する画面と、車両、機器の状態を表示する画面をそれぞれ設けている。台車は、川崎重工業製の軸量式ボルスタ付き、空気バネ台車で、M 車に、キロワット2 1 5型を、TC、T 車に、キロワット2 1 6型をそれぞれ装着する。制御装置は、日立製作所製。 ハイブリッドシック素子を使用したイベットによる2レベルの VVVF インバータ制御装置を各電動車に1台ずつ搭載4台の電動機を制御する 1C4M 方式である。シックを用いた素子を使用することで装置の小型化と軽量化を図っている。主電動機は定格出力1 7 0ットのカゴ形参照誘導電動機である。 補助電源装置は三菱電機製ハイブリッドシック素子を使用した静止系インバータで定格容量は150区場を確保した。2台の SIV は出力波型を同期させた並列同期運転を行っており負荷が少ない時には片方の SIV を休止させる機能を備えている。空気圧縮機は潤滑油が不要なオイルフリー式スクロール式を採用した。装置は ナブティスコ製で1台の機器箱に2台の CP 及び周辺機器が収納されたものである。終電装置はシングルアーム式パンタグラフの PT7181A で M1M3 車に各2台を搭載する。冷房装置は能力 21.98kW の CU786 型を各車屋根上に2機搭載する。 北上線の谷上駅から新神戸駅間と、静清、山手線の新神戸駅静清中央駅間で運用されている。2018年3月に、川崎重工業兵庫工場から、明田二車庫まで陸送され、6月11日より、日中主運転が行われていた。営業運転開始に先立ち、2019年2月9.10日に、市民向け市場会が開催された。 2019年2月16日、精神中央駅10時7分発の谷上港の列車より営業運転を開始した。以後も増備が続いており、既存車両を置き換えている。2020年4月1日現在の編成をもとに記す。以降に、落成の編成も便宜的に含めて記載する。ありがとうございます。